はい、おはようございます。今日は2月の17日土曜日の朝の7時15分、今フェニックスなんですけど、今から、LA の方を目指して戻ります。途中でね、リバーサイド、ポモーナのあたりのお店を寄って、デナポイントの方まで帰ろうと思います。ひとまず到着時間が11時だから、5時間ぐらいかな ?8、9、10、11。1時間済むから4時、1時間戻るんで4時間かな。はい、時差が1時間戻りますんで、4時間のドライブ、安全運転で今日も行ってまいります。デイツシェイク、いただきます。So good. 美味しい。美味しい。うん。Last time. Good taste, yeah. Yeah. Dates. Fruits. Yeah, 美味しいですわ。30 minutes to leave aside. やっと30分ぐらい走って1軒目のレコーで行ってきます。今リバーサイドの店ですね。ちょっと初めて行く店です。行ってみましょう。今日は朝からほとんど何も食べずにコーヒーだけ飲んできましたので、ちょっと遅めの、今3時前ですか、遅めの昼ご飯フォーを食べてきました。ちょっと通りすがりなんでよくわかんないですけど、行ってまいります。よし、そして私が好きなのは、サムのおやしを食べます。いただきます。ちょっとラージを食べました。麺食べてみます。うん、だしも美味しい。うん、This. How was? Good. It was good. Yeah, good. Yeah. But.Too much, yeah. We ordered large. Yeah, maybe small next time. Yeah. じゃあ、ディナーポイントに戻ります。美味しかった。
今日はこれからサムの家の近所でレコードフェアがあるということで、初めてあるみたいなのでちょっと来てみました。夕方の5時からスタートです。めっちゃ楽しそう。バーベキューとかやってる。でも我々はレコードフェアに来ましたので、なんかみんな勝手な。さあスパイナーマーケット、マーケット楽しそう。レコードショー結構一般向けな感じでしたね。まあまあ目立つだけど、すごいいいレコードいっぱいありました。2月18日の日曜日の朝の7時半なんですけど、今日はねビートスワップミートっていう、レコードフェア、結構有名なレコードフェアだと思うんですけど、それに普通にレコード買いに行こうかなと思ってたんですけど、BCR レコードのつぶさんが一緒に出店しませんかって声かけてくれたので、お言葉に甘えて、まあ、ちょっと100枚ぐらいしかあれですけど出店させていただこうと思います。はい、それでもちょっと荷物がめちゃくちゃいっぱいになってきたんで、 U ホールに行かなければ、 U ホールってあの段ボールを買いにレコードがちょうど入るあるんですけど、引っ越し屋さんかな、そういうトラックとか貸してくれたり倉庫とか貸してくれたりするとこなんですけど、そこに行かなければならないんですけど、多分まだ空いてないので、ひとまず会場に9時に約束してるんで行きます。すごい、皆さんのお友達たちのおかげでたくさんレコードを買えたので、結構満帆でいい感じかな。まだまだ足りませんが、結構今いい買い物ができました。お金も使ったけどしょうがない、それは。はい、それではちょっとサムの家にね、またもう一泊、昨日帰ってくる泊めてもらって、サムの家に、ちょっと今日でこのベナポイント、海沿いの綺麗な街、気持ちよかったですけど、今日ねちょっと天気があまり良くないんです。雨降ってて夜中に、今日でこことも別れです。じゃあちょっと LA に戻ります。
今セッティング終わって12時から始まるんですけど、今11時半で皆さん準備されてます。さあちょっと私ももうすでにレコード買ってしまったんですけど、売りながら買いながらでちょっと一日楽しみたいと思います。さあ、行ってます。続々とフェンダーの皆さんが集まってきてます。30ディーラーぐらい来るらしいんで楽しみです。もうあと20分ぐらいで正式オープンなんで、ピザですかこれ。これピザです。え、これどのくらい大きいかというと、これぐらい。まさかオープンしていただいてるんですか。すごい。森岡の顔ぐらい。いなかった。今日ちょっといじり多めです。ごめんなさい。いやいただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしいですね。おいしい。うまいね。これはこれ LA スタイルって言うんですか、この車のボンネットで食べるスタイル。美味しそう。これを今からいただきます。いただきます。あ、そうソースかけてます。